ロシア航空宇宙軍ロシア空軍がウクライナにおいては圧倒的な戦力差があるのにもかかわらず、航空優勢を確保できていないことは周知に事実だよね。ロシアが舐めてかかったからね。きちんと作戦を練ってことを運べばまた違ったはずなのに。だな。その中でMiG-31がウクライナ空軍を脅かす存在であるとして、アメリカの経済誌フォーブスの日本版が2022年11月10日付のウェブ配信ニュースで伝えているぜ。さて今回は、ロシア空軍のMiG-31の長射程対空ミサイルが 320km 先から、ウクライナ軍機を攻撃したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2月24日に始まったロシア軍によるウクライナ侵略において、当時のロシア空軍とウクライナ空軍が保有する戦闘機及び爆撃機の数の比においては10対1という圧倒的な差があり、ウクライナは1週間も持たずに降伏するであろうとの見方が多く、侵略開始当初はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構なども、加盟を希望していたウクライナがすぐに降伏することを見越していたと思われ、国際法を無視して侵略するロシア軍に対して介入することをせず様子見をしていたんだ。しかし、航空戦力のみならず地上戦力においても圧倒的な戦力差を誇っていたロシア軍は、そのことに慢心したのかウクライナ空軍への初動攻撃をおざなりにして失敗し、かろうじて生き残ったウクライナ空軍の航空戦力と防空網によって航空優勢を確保できないままに地上軍を投入したため、東部ドンバス地方や南部のヘルソン州とザポリージャ州においては進軍したものの、首都キーウ陥落を狙った電撃侵攻作戦はキーウを目前にしながらも頓挫したわけだな。ウクライナ軍の思わぬ前線に、NATO 諸国はウクライナに対して携帯式の対戦車ミサイルジャベリンなどの兵器供与を開始し、そのために航空優勢を得ていないロシア軍の地上部隊は大損害を出して、首都キーウ攻略を諦めて撤退し、慌てて部隊を再編成した上でウクライナ軍が激しく抵抗していた東部戦線に送り込み、ルハンシク州の大半を制圧したものの全体的には膠着状態に陥り、現在に至っているよ。この戦況の中においてロシア空軍が運用するMiG-31が、ウクライナ空軍が保有する戦闘機の中で最も高性能とされる、Sukhoi-27 フランカーを撃墜したとしてフォーブス日本版が伝えているんだ。ウクライナ軍が反転攻勢を開始した8月下旬以降、ロシア軍によって撃墜されたウクライナ空軍機はMiG-29が4機、Sukhoi-25が6機、Sukhoi-24 と Sukhoi-27が1機ずつとされていて、それがすべてMiG-31によるものかの確認は取れていないものの、Sukhoi-27はMiG-31が撃墜した可能性が高いと思われるよ。MiG-31について教えて。MiG-31 は旧ソビエト連邦のMiG設計局がMiG-25 フォックスバットを元に開発した、旧ソ連初の第4世代の戦闘機で、1982年から運用されているんだ。MiG-25 は東西冷戦下にあった旧ソ連が、アメリカが開発を進めていた高高度超音速機である XB-70 爆撃機後に開発中止となったや、SR-71 偵察機などの迎撃に特化した揚撃機であったけど、やがて大陸間核弾道弾 ICBM 時代を迎えたことで、高高度超音速機による敵国への核攻撃は時代遅れとなって、それに代わり核弾頭を搭載した長射程の巡航ミサイルの開発が進められたほか、戦闘機の護衛を伴った爆撃機がレーダーによる探知が可能な敵地において低高度で侵入する戦法などが採用されるようになっていたよ。そうなると低空飛行では燃費が悪く、搭載しているアビオニクスが全近代的であるMiG-25では対応できないために、その後継機として開発されたのがMiG-31で、単なるMiG-29のつなぎとしてだけではなく、地上レーダーからの管制を受けることができない地域においても、早期警戒管制機 AWACS 的な働きが期待できる高性能なアビオニクスを搭載しているぜ。機体は双発エンジンのタンデム式複座で、全長 21.6 メートル機首機等間を含めると 22.67 メートル、全幅 13.46 メートル全高 6.15 メートル翼面積 61.60 メートル2翼面下重量 665.0 キログラムメートルに空挙重量 21,820 キログラムと大型ではあるが、MiG-25 では 80% に使われていた重いニッケル鋼を 50% に減らし、チタンを 8% から 16、アルミニウムを11から 33% に増やして軽量化を図っているな。
エンジンにはソロビオフ D30F6 が2機搭載され、ドライ推力は 9493kg×2、アフターバーナー推力では 15500kg×2 を発揮して、通常離陸重量 41000kg、最大離陸重量 46220kg R33 対空ミサイル ×4、増装 ×2 の機体を最大速度マッハ 2.83 で飛行させ、実用上昇限度は2600m とされているよ。兵装は R33、R37、R40、R40 などの空対空ミサイルが搭載可能で、その他、固定兵装として口径 23mm の G-SH-623 ガス動作式ガトリング砲 ×1 装弾数200発が搭載されているみたい。これらの兵装を搭載した際の航続距離は、R33×4 を搭載してマッハ 2.35 で飛行した場合で 720km、R33×4 と燃料増装タンク ×2 を搭載してマッハ 0.8 の巡航速度で 1400km、同じ兵装と巡航速度で空中給油を1回受けると 2200km まで伸ばすことが可能なんだ。旧ソ連では500機以上が製造され、多くの派生型が混在しているが、現在ロシア空軍で運用しているのは近代化改修が実施された最新型のMiG-31BM を中心に100機程度とみられ、中には極超音速対地ミサイルクフ-47M2 キンジャールを搭載できるMiG-31BP もあるな。ロシア空軍では2026年まではMiG-31を運用する予定とされているため、旧型の機体も順次 BM 型に近代化改修されるとみられているぜ。フォーブスが注目しているのは、MiG-31BM に長射程の R37 空対空ミサイルを搭載した場合で、R37 は R33 を元に開発されたもので、アクティブレーダーフォーミング誘導型ミサイル中間誘導は完成誘導としては大型で全長 4.06m となっていて、陶器式のロケットブースターを装着した R37M では 320km の射程距離を得ているよ。そのため、ウクライナ空軍のスホイ27やMiG-29から発射される地対空ミサイルや、地上の地対空ミサイルの射程外からの攻撃が可能となり、ウクライナ軍は防空網の外側からマッハ6で飛翔してくる R37M に対処することができないというわけだね。早急に対応策を考えないと、ウクライナ側は厳しいね。MiG-31 はロシア本土のほか、クリミア半島のベルベク空軍基地に配備されていて、ウクライナ空軍にとっては大きな脅威となるとフォーブスの記事は語っているよ。確かにウクライナ空軍はMiG-31と同じ第4世代戦闘機であるスホイ27とMiG-29、両機種とも近代化改修されたものは第 4.5 世代とされているタイプがあるを保有しているけど、その機体数は少なく、また搭載可能なミサイルの射程が短いために直接対峙すれば理論上ではかなわないんだ。しかし、近代の航空戦は戦闘機同士のドッグファイトが主流を決することはほとんどなく、敵機を先に発見して先にミサイルを発射した方が主導権を握ることになる戦闘であり、その点においてウクライナ空軍は、NATO がウクライナ周辺で常に飛行させていると思われる早期警戒機 AWACS からの情報を受け取ることができるとみられ、AWACS を持たないロシア空軍より有利であろうとの指摘があるみたい。AWACS を持たないロシア空軍より有利であろうとの指摘があるみたい。NATO の AWACS からの情報は MiG-31 が飛行している状況のみならず、R37M を発射すればそれをキャッチしてウクライナ機に知らせることも可能であり、退避する時間を稼ぐことも可能になると見られているね。NATO の支援があればある程度は対処できそうだね。また、ロシア空軍における航空機の稼働率の低さはウクライナへの侵略以前からの問題であり、西側諸国からの制裁によって整備に必要なパーツが輸入できない現状では、共食い整備をしたとしてMiG-31の稼働機数はかなり少ないのではないかと見られているぜ。西側諸国からの制裁によるロシア軍の悩みは R37M ミサイルの製造にも波及していると考えられ、その他の精密誘導ミサイル類と同様に、ロシア軍内における R37M の在庫は少ないとされ、新規製造もままならない状況であると見られているからな。これらの状況から推定するならば、フォーブスの記事が語るように、ロシア空軍のMiG-31がこの侵略戦争におけるゲームチェンジャーとなるとなる可能性は低く、現時点ではウクライナ軍機を攻撃する最も有効な手段であっても、
やがてミサイルの在庫とMiG-31の稼働機が枯渇するであろうとの見方がなされているよ。やっぱり経済制裁の打撃は大きいんだね。いかに有効といえど、物がなくなれば意味ないだろうし。そうなれば、ウクライナの領空においては、西側諸国から供与された最新の防空ミサイルシステムに守られたウクライナ空軍機が事実上の航空優勢を勝ち取り、ロシア地上軍はますます劣勢に陥る展開が予想されるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。